麻薬及び、厚生新薬取締法。麻薬及び、厚生新薬取締法。麻薬及び厚精神薬取締法麻薬及び厚精神薬取締法麻薬及び厚精神薬取締法昭和28年法律第14号は、麻薬と厚精神薬の乱用を防止し、中毒者に必要な医療を行うなどの措置を講じ、生産や流通について必要な規制を取り行うことによって、公共の福祉の増進を図ることを目的としている。 同法一条。制定時の題名は、麻薬取締法であったが、1990年、平成2年の法改正で、現在の題名となり、今では、通称として使われる。主務官庁は、厚生労働省。大麻取締法、覚醒剤取締法、アヘン法と合わせて、薬物四法を構成する。麻薬特例法は、比較的新しい法律であるため、 薬物4法の中には、組み入れられていない。先には、麻薬取締法があった。乱用された、睡眠薬などは、薬事法における、習慣性薬品に指定し対処した。しかし、日本が抗精神薬に関する条約への批准に、遅れた理由には、バルビツール酸契約や、抗不安薬の規制の難しさがあったと推察される。 1987年の国際会議にて6月26日を国際麻薬乱用撲滅デートしたことが薬物の規制条約への批准を促進した。1989年平成元年の中央薬事審議会にて厚生新薬乱用防止対策のあり方が議論された。1988年に交付された国際条約である麻薬及び 公正新薬の不正取引の防止に関する国際、連合条約に、非するためであったことが、野村一世の発言より伺える。1990年に、まだ批准していなかった1971年の、公正新薬に関する条約を批准するとともに、麻薬取締法の一部改正案が提出され、新法の麻薬及び、公正新薬取締法となった。 同法の第二条がこの法律においての定義であり、一項が麻薬が別表第一に示したものであることを規定し、六項で厚精神薬が別表第三に示したものであることを規定している。日本法の薬物の指定と国際条約の薬物の指定は異なるため、日本の法律における麻薬のように称される。同法の第二章、麻薬に関する取締り。 第3条第49条は、麻薬を取り扱う者の,の規定である。第3章は、免許等、数量などの記録義務と続く。同法の第3章、厚生新薬に関する取締り、第50条第50条の26であり、免許や数量などの記録義務が続く。第4章は、監督、第50条の38第58条の内容である。 覚醒剤については覚醒剤取締法。大麻については大麻取締法。アヘンについてはアヘン法。危険ドラッグについては医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律でその制が行われている。また、国際的な協力のもとに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び 厚生新薬取締法等の特例等に関する法律、関税法などによって不法に厚生新薬等の輸入等を行うについての規制がなされている。第5章が麻薬中毒者に対する措置等第58条の2第58条の19である。同法の第2条24項25項にて麻薬中毒と麻薬中毒者が規定されている。 麻薬中毒者に対する措置入院や麻薬相談員によるケア制度が存在する。中毒の場合には大麻も麻薬中毒に含まれている。抗生新薬と覚醒剤はこの対象ではない。この日本の法律上の中毒の語は薬物がやめられないという死壁に近い概念であり、現在の医学的な定義とは異なる。医学的に中毒とは主として 過剰摂取した場合などの有害作用である。麻薬取り締まり規則は、昭和5年5月の内務省令第17号である。第1条にて、モルヒネ類、コデイン類、コカイン、インド大麻草及びその樹脂を規定し、数量の帳簿など流通に関する取り締まりを加えた。麻薬の中毒防止に、 関する件は昭和9年11月26日のもので、麻薬の慢性中毒患者を重保することや治療保護施設の整備、鼻だしいものは精神病院にて治療し、医師は使用にあたって患者の慢性中毒にならないよう注意する件などが盛り込まれた。昭和8年には麻薬中毒者救護会が設立されている。 第二次世界大戦後の1946年、昭和21年1月22日には、連合国軍最高司令官総司令部、GHQ からの麻薬統制の指令を受けての、麻薬取り締り規則、ポツダム命令を制定する。1948年、昭和23年には、旧麻薬取り締り法が制定され、1953年に、新麻薬取り締り法となった。 大麻は朝繊維の産業があることから、1948年に大麻取締法として別個の法律として制定された。1950年代初頭には、戦時中に工場などで使われた覚醒剤が大量に市場に放出され、国際的にも最も著名だとされているようなメタンフェタミンの乱用が流行した。これに対して1951年に覚醒剤、 取締法が制定された。1960年代前後には睡眠薬遊びが流行した。未成年者において乱用された睡眠薬などは薬事法における習慣性薬品に指定して未成年者への販売を禁じ医師による処方を必要とすることで対処した。初の麻薬を指定する政令は1953年9月16日に交付された。 後に麻薬に幻覚剤の LSD などを追加していき、これは現行の脱法薬物、脱法危険ドラッグの規制に通じる方法である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。